公共曲第8番へ、蝶々作品93は、ルートビヒバン・ベートーベンが作曲した8番目の公共曲。1814年2月27日、公共曲第7番などと共に初演。7番の方に人気が集中したのに対しベートーベンは、聴衆がこの曲を理解できないのはこの曲があまりに優れているからだと語ったという。ベートーベンの曲の中では、 比較的小規模で、従来の古典的な形式に則っ,っているが、独創的な工夫と表現にあふれている。なお、ベートーベンの究曲の公共曲のうち、この曲のみ、誰にも検定されなかった。第8番は初演パートフが、ティンパニパートなど、断片的にしか残っていないため、資料状況は第7番ほど良くない。 しかし、主体ナー社による初版が、ベートーベンの公共局では初めて、スコアとパートフの両方出版されるなど、第7番との共通点が多い。実質スコアが今日まで残っている。第1、2、4楽章がベルリンに、第3楽章はクラックフにある。記述通り初演ではコントラファゴットが追加されていたが、初演に使われたパートフが失われているので実際に、 どのような音が演奏されたのか詳細は不明。コントラ・ファゴットは10年後の公共曲第9番で個性的な方法で使用されることになる。初演用のパートフから修正されたスコアに基づいて反した用の筆者スコアをアントン・ディアベリが新たに作成。出版前に構成ずりをベートーベンがチェックできたのも第7番同様公共曲では初めてのことである。 12ページ分しか残っていないが、ベートーベンの修正指示があるので、意向を知る手がかりとなる。19世紀後半に、ブライトコプフ社から旧ベートーベン全集を出版されて、以来、1世紀以上旧全集版が演奏されてきた。今日でも間違いなく重要な楽譜資料であり、演奏にテキスト上の大問題があるわけではないが、全資料を網羅する今日の編集体制とは異なり、 特定のスコア資料を徴用する傾向があるため、テキストが見直された。20世紀末ベーレンライター社から、ジョナサン・デルマー皇帝の原点版が、21世紀に入って、ブライトコプフ社からも、ベーター・ハウシルト皇帝の新原点版も出版され、2020年には、ボンベートーベン研究所の編纂、エルンスト・ヘルトリヒ皇帝による新ベートーベン、全集版も変列社から刊行され、 たびたび観光延期された新前終盤の公共曲の巻はようやく9曲が揃い、原点資料の評価が異なる3種類の審判を比較検討することが可能になった。ただし出版スケジュールは生誕250年に間に合わせるための慌ただしさから、スタディスコアとブライトコプフ社の演奏不発売が先行し、2020年上半期の時点で新前終盤本体。 イコール工程報告付き大型スコアは観光時期未定である。ありがとうございます。